ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。この間、桜の木の下を犬が一生懸命掘ってんたんだけど、何か埋まってたのかな。桜の木の下には死体が埋まってるってことわざがあるし。ことわざじゃなくて、梶井元次郎の小説の一節だな。桜の花が美しく咲くのを見て主人公がそう思ったって話だ。確かに誰かが犠牲になったおかげで満開に咲いてるのも考えられるわね。つまり人柱ってことだな。人柱、鬼殺隊にそんな柱いたかしら。使うのは人の呼吸、それって普通の呼吸よね。違うな、それじゃ今回は日本各地に伝説が残る人柱について解説をしよう。どんな意味があって行われたのか、実例も合わせて紹介解説するぜ。ゆっくりしていってね。人柱は古来からある風習で、自然災害や敵襲から橋や城などの大規模な建築物が破壊されませんように、工事が成功しますようにって神様に祈願するのが目的だ。だが、ただ祈るだけじゃない、建築物の近くに生きたままの人間を埋めたり水中に沈めたりするんだぜ。そんな残酷な行為が本当に行われていたなんて信じられないわね。だが実際にあったんだ。後で人柱の実例をまとめて紹介するが、はじめに一つ取り上げよう。かつて大分県にあった肘城の西南端にて、城下海岸遊歩道の整備中に木簡が発掘された。木簡は岩盤をくり抜き作られた穴の中にあって、その上には大石が乗せられ城の石垣の基礎となっていたようなんだ。中に人が入っているってこと？そうだぜ、中には老武士の人骨と遠出きた翁像が入っていたんだ。関ヶ原の戦いの直後に築城が開始された肘城だが、西南端の地盤が緩く工事が難航したと伝えられている。築城を成功させるために人柱を建てたんじゃないかって考えられているぜ。マジで本当にあったのか。こうして語り継がれてきた伝説だったのが人骨が発見され史実と認められたケースもあれば、証拠が見つからず伝説のままの場合もあるな。古くは、日本書紀にも残っていて、4世紀頃淀川の水害を防ぐためマムタの包みを増設するときに人柱が建てられたそうだ。お城の話で言うと人柱に建てられた人はお城を支える柱になって、包みも柱でいいの。ここで言う柱は建築物を構造する柱じゃなく、霊夢が詳しいはずの神道での神様を数える単位を意味しているぜ。そっちね、もちろん知ってるわよ。つまりは犠牲になった人は神様になって、建物を守るってこと。大体合ってる。人柱は亡くなった後に魂が神に近い存在になって建築物に宿る。そして魂が宿った建築物や工事は自然災害や敵から守られるって考えなんだ。守られてるとはいえ、人が埋まってるって考えたらゾッとするけどね。さっき紹介した人柱の霊は整備中に偶然に発見されたが、人柱に建てられた人は神様に近い存在になったから。古来から人柱の伝説が伝わる地域では慰霊碑や社が設置され祀られているのが一般的だ。自分が死んだ後に祀られるとしても、お前明日から人柱な、って言われたら拒否する人が多いと思うんだけど。いや、当時は自分の魂が神様に近い存在になるのは名誉なことで、巫女やお坊さんなどが自ら人柱に立つケースもよくあったぜ。巫女？私は嫌よ。こうやって人柱を建てて建築物に魂を宿らせるって呪術的なやり方は、万物に魂が宿ると信じるアニミズム文化がある地域でよく見かけられるな。話を聞くと神様への生贄とは違うのね。そうだな、人柱は魂を建築物に宿らせて工事の成功やその後の安寧を祈願するもの。一方、神様に人間を捧げて生贄にすることを人見悟空って言うな。おっす、オラ悟空。人心悟空は人に害なす自然を神様の怒りと考えた人々が、怒りを鎮めるために捧げるんだ。だから人柱と人心悟空とは違うものだって考えがあるぜ。なるほどな、オラ分かったぞ。人柱も人見悟空も日本各地に伝説が残っていて、民族学者の南方熊楠は、南方漢話で多く紹介している。座敷わらしって知ってるだろ。うちにいる間は富と繁栄がもたらすって妖怪よね。ああ、東北地方に伝わる子供の妖怪だな。南方熊楠が言うには座敷わらしは人柱に立った子供の霊だって話だぜ。あのおかっぱ少女は神様に近い存在だったのか。さてここからは日本各地に残る人柱の伝説を紹介しよう。鎌倉時代、現在の新潟県越後の国にある猿供養寺村。この村は大蛇が起こす地滑りの被害が絶えず、村人は困り果てていたんだ。大蛇みたいな怪物が出てくるってことは、伝説とかそういう類の話か。そこに訪れた一人のお坊さんが大蛇を止めるには人柱が必要だと村人に話し、自らが亀に入り地中に埋められることにした。すると地滑りは起こらなくなったそうだ。さっき魔理沙が言ってた通り立候補したのか。この話は伝説だと長年考えられていたが、昭和12年に地元のお寺裏から大きな亀が発掘された。
中には座禅を組んだ姿の推定40歳前後の男性の人骨が発見され、伝説は史実だったと判明したんだ。今ではちゃんと人骨は人柱供養堂に祀られているぜ。史実だったって証明された伝説なんだね。それじゃ大蛇もいたの？それは知らんが、この地方は地質的に地滑りが起きやすく、日本一の地滑り多発地帯と言われているな。自然災害を止めたってことなのか。だったら人柱っていうか人見悟空みたいな話だね。続いては戦国武将の毛利元就が登場する人柱伝説だ。元就がまだ12歳の時、厳島神社を参拝していると泣いている5から6歳の少女と出会った。飴ちゃんあげるから泣かないで。元就が泣く訳を聞くと、少女は母親と一緒に巡礼の旅をしていたが、築城されるある城の人柱に母親が選ばれてしまったそうだ。元就はどうするんだろ？元就自身、両親ともに亡くしているから同情し、自分の城に連れ帰ったぜ。それから15年の月日が流れ、元就が郡山城の城主となった時、築城の際に石垣が何度直しても崩れてしまうから困っていたんだ。すると人柱が必要だと声が上がり、建築担当者は巡礼の娘を人柱に決めた。さっき助けた女の子。そうだ、娘は元就に助けてもらった恩を返すため、喜んで人柱になるという。だが元就は辞めるよう厳しく命じ、百万一心って書いた紙を担当者に渡すと、人柱の代わりにこの文字を刻んだ石を埋めるよう命じた。百万円を一心不乱に勝ち取る。百の一角を取ると、一日、万を崩して書くと、一力にし、縦書きすると、一日一力一心って読めるんだ。日を同じにし、力を同じに、心も同じに、つまりはみんなで力を合わせれば、なんだってなしうるぜって意味だな。それでお城の方はうまくいったの？ああ、人柱を立てなかったが、みんなで力を合わせて成功させたな。人間埋めなくてもうまくいく方が絶対にいいわよね。これもまた人柱を回避した話だ。滋賀県にある彦根城の天守はもともとは大津城の天守を移築したものと言われている。その移築をするときに工事が難航し、人柱が建てられることになった。人柱に頼らず諦めなさいよ。建築担当者の娘が人柱に志願したが、城主の井伊直継は乗り気じゃなかった。普通の人の考えはそうよね。そこで素直次は娘を入れるはずだった箱を空っぽのまま地面に埋めて、娘を逃したそうだ。だがそれを知らぬ作業員たちは人柱が建てられたらなら、うまくいくと信じ、実際に天守の移築は成功したんだ。人柱って気持ちの問題なの？またもや城にまつわる伝説だが、この話は無理やり人柱に立たされた人の話だ。江戸時代に築城された島根県にある松江城。この城も築城が難航したらしく、天守台の石垣工事がうまくいかなかったそうだ。それで人柱、無理やりって言ったけどさらってきたの？いや、人柱を選ぶために盆踊りが催されたんだ。何そのコンテストは？もちろん踊りが上手な美人を選ぶためだ。選ばれた少女は人柱として石垣に生き埋めにされたって言い伝えが残っている。だが、話はここからだ。無事に松江城は完成したものの、城主の堀押が父ともに早くに亡くなり跡継ぎがいなかったから、改易されてしまった。没収されちゃったのね。その後、松江藩主を務めた松平氏が入城するまでは、夜な夜な天守から少女のすすり泣く声が聞こえていたそうだ。人柱になるの嫌だったんだねー。だが一方で、人柱になったのは小無双だったって話もあるんだ。小無双も盆踊りに参加してたの？いや、二つの説があるんだが、一つは息子が武士として城主に仕える代わりに志願したって説。もう一方は旅をしていた小無双を捕まえて人柱に立たせたって説だ。どちらにせよ、夜な夜な天使から小無双が奏でる尺八の音色が聞こえていたそうだ。尺八も一緒に埋められたのかしら？何にせよ無理やりってのは良くないわよね。人柱の人選は自ら志願することもあれば、こうやって無理やりに立たすこともあった。静岡県の富士川の氾濫を収めるために作られた狩金包。堤防も人柱が立ったって伝説が残っているんだけど、この人選は変わっている。どんなの？堤防の工事に50年もの歳月と莫大な費用がかかった割には、何度作っても川の氾濫に堤防は壊されてしまっていた。そこで人柱を建てることにする。選ばれたのは、富士川の西岸から渡ってくる1000人目の人物だ。何その、遊園地の来場者1000人目おめでとう、みたいなやつは。偶然にも1000人目になった人は霊場を巡礼している老いたお坊さんだった。お坊さんに訳を説明し人柱に立ってもらえるよう頼むと、人のためになるならばと快諾したんだ。お坊さんでよかったわよね。ちなみにお坊さんは999人目か1001人目で、1000人目だった人が一般の家族持ちだったから代わりに志願したって話もある。どっちにしてもいやいやじゃなかったんだね。お坊さんが地面に埋められる際、
鈴の音が止んだら自分が死んだと思ってくださいと言い残し、木の箱に入り埋められた。それから21日間、鈴の音が鳴っていたって話が残っている。私なら3時間も持たないわ。最後は城の人柱伝説、しかも現在の皇居にあたる江戸城の人柱だ。マジか。江戸城伏見櫓は1603年から1614年頃、徳川家康が伏見城の櫓を解体し江戸城に移築したものとされている。その移築の際に人柱を建てたそうなんだ。そういう話が残ってるってだけなの？いや、実際に人骨が発見されたんだぜ。1923年に起きた関東大震災によって櫓が倒壊したんだ。その改修工事中に、頭に古銭が1枚ずつ乗っかった人骨、なんと16体分も発見された。おい、っていうか皇居に人骨って大事件じゃないの？そうだな、当時の報道でも大騒ぎになったそうだ。1934年にも江戸城西にある坂下門付近でも5人分の人骨とやはり古銭が発見された。どんだけ人柱に建ててるのよ。人柱を建てたって伝説があるものの、人骨の様子から粗末に扱われていることや、櫓の修理をした結果、伏見から移築されたものではないことが判明し、人柱じゃないって研究家は考えてるそうだぜ。実際はどっちなのかしらね。さて、こうして古くから建築物に魂を宿すって呪術的な考えのもと行われた人柱だが、近世以降になると犯罪めいたものも現れてくるんだ。犯罪って言われると、なんか聞くの怖いわね。北海道にある縄文トンネルは1912年から1914年にかけて工事が行われたトンネルだ。このトンネル内では列車の事故が続き、心霊現象の目撃情報が相次いでいたんだ。というのも、かねてから工事の際に多くの人間が人柱が建てられたって噂があったんだぜ。誰が犠牲になったの？人柱に建てられた人間はトンネル工事を行った労働者たちだ。賃金の未払いや不当労働の結果、会社側がもう殺してしまえと労働者たちを撲殺し、トンネルの壁に埋めたんだ。神様とか祈願とか全く関係なく証拠隠滅するのに埋めたわけか。この話は労働者や関係者から証言があったものの、実はなのかどうかわからなかった。だが、1968年に起きた十勝沖地震で壁が損傷し修復工事が行われた際、立ったまま埋め込まれた人骨が大量に発見され、噂が事実だったと判明したんだ。身勝手すぎるひどい話だわ。こうして元に持つ意味合いから離れたが人柱と称することはある。例えば炭鉱で火災が発生した時に、坑内で作業していた坑夫を見捨て、沈下するのに酸素の供給を止めるため入り口を封鎖したり、水を入れるなどの行為も人柱って称することもあった。人柱っていうか、殺人事件よね。犯罪の方はわからないが、少なくとも建築物に魂をっていう意味の人柱は現在日本では行われていない。当たり前よ。ただそうやって人が祈願したことで現存している歴史的建築物もあるってことだな。さて、これにて人柱の解説は以上だ。これからお城とか観光に行った時は死体が埋まってるんじゃないかって考えちゃうわね。城だけじゃなく、氾濫をよく起こす川の付近とかもな。うちにも人柱が埋まってないかしら。あ、そうだ、霊夢がこのチャンネルの繁栄を祈願して人柱になれ。今すぐ生まれ。うん、いいよ。って言うと重いか。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。